いざとなったらこのリムルルお姉さまが助けてあげるって。後でお土産話をたっぷり聞かせてあげれば納得するよ、きっと。うん、そうに違いない。そっか、ま、細かいことは気にしない。あー、楽しみだね。もし幽霊を見たらみんなに自慢できるよ。それじゃあ行こう。だけど不気味な感じはしないね。笑顔の似合う爽やかな幽霊もいるよ、きっといる。心配しなくても大丈夫だよーだ。わあ、見て見て、ミカト、あんなところに湖がある。
行ってみよう。それもそうか。それにしてもこんなところに湖があったなんてね。別にちっとも怖くないわよ。本当？助かった。実は私、あんまり道を覚えてなかったんだ。ねえ、ミカト、まだ山を抜けられないの？もうずいぶん歩いたよ。どうしたんだよ、ミカド。たまりこくっちゃって。返事くらいしなよ。え？何を？心の準備をさせて。はい、どうぞ。は？迷ったっていうのは、お家へ帰る道がわからなくなって、同じところをぐるぐる回って、お腹がペコペコになっちゃう。山道を通るときには要注意のあれ？そっか。でも仕方ないわよね。ってなんですって！
私のバカバカ、どうしてこんなヘナチョコの言うことなんて聞いたんだよ。別にもう怒ってないよ。私はそんなに心の狭い人間じゃないし。それにしてもとんでもない幽霊探しになっちゃったな。もう幽霊話はいいよ。だから寄り添ってあげるね。そう、ありがとう。じゃなくていいわよ。エゾシカ？なんだよ、幽霊の声の主はシカだったんだ。こんなことだろうと思ったんだよね。私ちっとも怖くなかったし。どうするったって逃げるしか。
決めた。怖いけどやるしかないわね。地下を守る。狼は殺さない。でも鹿の親子は死なせない。味方、あんたは鹿を守んなさい。来るなら来なさい。ま、前歯一本触れさせるもんか。助かった。あんたもね。味方、起きてる？あのさ。
怖いことばっかりだったね。でしょ？だから一緒に寝てあげよう。しなさいよ。やけに素直だね。私も感謝してるよ。味方に、あ、カムイにかな。やだよ。さ、もう寝よう。